受け取らぬのか、望みのものであろう。ずいぶん素直じゃないか。お前とは違う。相変わらず薄気味悪い女だ。まあこれで全部揃ったんだ。感謝しとくよ。この村には恐ろしい言い伝えが残っておりましてな。ある日村の泉で天女が水浴びをしておったそうな。それを見ていた男が木にかけてあった天の羽衣を盗んでしまった。その話ならあっしも知ってますよ。確か盗んだ男と天女は夫婦になるんでしょ。この村の言い伝えは違います。羽衣を盗まれた天女は怒り狂い、関係のない村の者まで次々と殺してしまったのです。折よくそこへ宮津法師様が現れ、天女を命鏡という鏡の中に封じてくださったのです。それは本当に天女だったのでしょうか。天女を語る妖怪だったのでは。しかし男が盗んだ羽衣は本物だったと聞いております。その天の羽衣、今でもこの村にあるんですかい。いえいえ、今はもうどこにあるのやら。では天女を封印した命鏡とやらは。それなら蓬莱の玉串と共に祀られております。迷いの森命鏡の祠に。奥露の光を谷ぞ宿さまし、小倉山にて何求めけ。眺むる月は格別よ。約束だよ。本物の自由とやら見せてもらおうじゃないか。いや、あ、あと一つわらわには必要なものがある。ねえ見て見て、かぐや姫は求婚してくる相手にいろいろと無理難題を言うんだけどさ、その中にひねずみの衣があるの。ほら、蓬莱の玉串、竜首の玉、仏の御石の鉢、ツバメの小安貝、それにひねずみの皮衣だって。だからあのかぐやってやつ、犬夜叉の着物を狙ったんじゃないのかな。いい雰囲気じゃな。儚い恋であったか。なんじゃお前、かごめに惚れておったのか。湯気の向こうにかごめ様の姿を見たときは天女が舞い降りたかと見まごうた。はは、お前か、あの時の覗き男は。これ誰にも言うてないぞ。では今からお前はオラの家来じゃ。ええ、ねえ、おとぎ話の中のかぐや姫って本当は月に帰りたくなかったんじゃないのかな。ああ、なんだそりゃ。あ、流れ星、願い事しなくちゃ。ねえ、この耳を教えてて聞こえた命。ねえ、イネシャ、今でも妖怪になりたいって思ってるの。当たり前じゃねえか。今だって十分強いのに。うっせえな。
俺は妖怪になる、そう決めたんだ。余計な口を挟むんじゃねえ。でもね、私思うんだけど、犬夜叉は犬夜叉のままで、ずっと汎用のままでもいいんじゃない？私は今のままの犬夜叉が好き。くだらねえ。くだらないって何よ。少しは真面目に聞いてよ。なんだよ犬夜叉今。だからなんだよ。なんじゃ。この季節に桜とは奇怪な。ありがたいぜ。またそなたたちか。よくよくつまらぬ者どもと縁があった者よ。天の羽衣はどこじ。天の羽衣そこか。させるかよ。オンコロコのセンダリマトオギソワカ。邪魔立てするでない。イニエシャ。なんだ。弱いと思ったら、そなた汎用だな。だったらどうした。これぞまさしく天の羽衣。なおまく三万五打難爆音なら。逃げろ、ボーキャン。カズヤ。小賢しい。浜の矢。面白い。犬夜叉を放しなさいよ。バカ野郎、引っ込んだろ。やってみるがいい。言ったわね。からから虫はクソワカ。死なせはせん。それよりそなたわらわのしもべにならぬか。さすればそなたの望み叶えてやろう。ふざけんな。今すぐこいつを発せ。娘はわらわが預かる。待ちやがれ。カゴメをどうする気だ。意志あらば我が無限の城まで来るがよ。てめえ逃げる気か。そう。おい、無限の城ってのはどこにある。そんなことわかるわけがなかろう。あの
普段の奉仕が我が家に残した言葉にこういうのがあります。天女の居城は元巣の海にあり、さすれば何人も近づくべからず。なあハチ、じいさんは何だって刀で吸い込まなかったんだろう。そりゃ決まってますよ、旦那のおじい様でしょ。きっとその天女すっごい美人だったんですよ。かぐやか、早く会ってみたいものだ。懲りませんね旦那も。ここが祠のある洞窟ですかい。え先客がいるようだ。動くな。ちょっと待ってください。奉仕様、どうしてここへ。サンゴ、会いたかった。ちょっと奉仕様、何するのさ。やだ奉仕様、離れてよ。ああ懐かしいこの手触り。懐かしいこの痛み。久しぶりですねサンゴ。奉仕様も相変わらずみたいだね。おかげさまで。琥珀が無事でよかったですね。記憶はまだなんだけどね。ない、鏡も宝来の玉串もないようですね。琥珀の持っていたツバメの小屋住まいも神楽に奪われた。厄介なことになってきたようですね。弥勒の旦那、そのツバメのなんとかも封印を解くためのものだったんですかい。そうだ、あのかぐや姫が望んだ5つの宝物は陰陽五行の要素、木火土金水を意味しているのだが、その5つの中にあるヒネズミの衣って、もしかしたら犬夜叉の着ているやつじゃないの。だとすれば相番やつと顔を合わせることになるでしょう。湖に城が。なんという邪気だ。月と時共に満ち、悠久の無限、今宵の宴いざ始まらぬ。明鏡止水にて時を止め、生きとし生けるもの全てを滅ぼす。森の向こうが光っとるぞ。行くのかい宮社。やはりここは一つ危険には近づかぬ方が良いのでは。下手な心配すんじゃねえ、てめえらはそこで待てろ。もしここで妖怪に出くわしたら、オラたちは一巻の終わりじゃ。承知。